ロザムンド・パイクはイギリスの女優。ロンドン生まれ。両親はオペラ歌手。オックスフォード大学で英文学を学び、優秀な成績で卒業した。両親の仕事の都合で7歳までヨーロッパ各地で育ったため、フランス語とドイツ語を流暢に話し、ピアノとチェロもたしなむという。大学在学中にアーサー・ミラーやシェイクスピアなどの舞台やテレビで活動。 学生時代に来日しており、大阪府水田市にある名シアターで芝居の公演を行った。2002年にはハルベリーと共にボンドガールに選ばれた。2003年に出演したウエストエンドでの舞台、ヒッチコック・ブロンドでは、ブルールームのニコール・キットマンのように裸で登場して話題になった。2009年、ロンドンで上演された三島幸夫の儀曲、 サド公爵夫人で主演を務めた。2014年、イギリスのウーメイン TV& フィルムアワードで最優秀演技賞を受賞した。また、同年に公開されたゴーンガールで夫を追い詰めていく妻を演じ、非常に高い評価を受け、数々の批評家協会賞を受賞。この演技によって、パイクはゴールデングローブ賞、全米映画俳優組合賞、アカデミー主演女優賞に、 ノミネートされている。2021年公開のパーフェクトケアではゴールデングローブ賞映画部門主演女優賞を受賞した。2007年にはプライドと偏見の監督であるジョーライトと婚約したが2008年5月に行う予定だった結婚式を土壇場でキャンセルした。2012年に男児を出産し、2014年に第2子の男児を出産。 父親は2009年より交際している16歳年上のビジネスマン、ロビー・ウニアックである。2015年にゴーオン・アールの宣伝のため、中国を訪れた際には、英語名の中国語訳ではなく、ウニアックが付けた中国名、ハイアツシカを使用した。ありがとうございます。